汚ねえな。それにしてもこういう人っているんだね。まあそうだよね、こういう、でもそうだよな、こういう自販機ってそうだよね。これ埼玉ではここだけとは思いますけど、いやーこれやばすぎるぞこのノート。リスナーのゆきのりさん、これ坂ゆきさん、これどう思いますか。これなんだよこれ、これしんちゃん、これしんのすけとただちゃん、これなんかすごいやばそうな、これちょっとやばそう、これなんだこれ、なんて言ったんだこれ。テストに出るってなんだよこれ。押し出し作業、打ち出し、押し出し、引き作業、これ成形作業、これなんだろう、何の授業だこれ、わかんない。いやいや、ゆきのりさんこれやばいよこれ。あのリスナーのゆきのりさんやばい、これこれ闇が深いんですけど、これ坂ゆきさんで、ゆきのりさんどう思いますか。これやばいんですけど、骨折入院手術、リハビリ中、ファイト、あー振動系、うわーこれもまた闇が深いな、これ振動系ってやばいな、これもまたおべっちょを食べたいだよこれ。思い出ノートの大切さって分かんないのかな、これこんなバカげたノートコメント、これ絶対さ心がひどいよこれ、やばいな。なんだこれ、さっきも書いてあったよね、これなんだろう、なんて読んだ、登竜門っていうんかな、なんて読んだこれ、わかんない。やっぱりこういう心の闇のコメントって多いんだな、ひどいなこれ。でもこれはなかなかいいと思うけど、なんだこれ、我ら街道レーサー、なんていうんだこれ、ラプソディっていうんかな、土曜の夜の天使たちってなんていうんだこれ、ちょっと後で調べてみるか。今日はお姉さんいっぱいみたいに、ハンバーグはうまい、何でもうまい、土曜の夜のお姉さんたち、愚か者よ、俺が会いたい女は男、何これ、お察しくださいだな、これ、これお察しくださいだよ、どうしようもねえな。あ、終わりか。はい、それではですね、これは一応お先に書いちゃったんですけど、とりあえずですね、鉄拳太郎誕生日の日に来たということでですね、一応ノートにこれお先書いておきましたんで、これ写しておきたいと思います。いや俺もついにね、これ闇が深すぎる思い出ノート、そのレポート撮影がついに来るとは、やばいよ。この間
やばいよなこれ。これちょっとね、すごいなんかやばいんですけど、このお姉さんいっぱいと愚か者用って書いてあるけどさ、これはちょっとやばいな。さっきのさノート、一応ねこれ雪のりさんにも見ておこうかなと思うんですけど、ちょっと雪のりさんもどう思うかなとは思うんですけどね、このしんどけっていう、なんかこのニコ生っていうかな、これがね闇深くて、あーた、これ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 がひどかったな。モテないフュージョンと、これなんだ、どっかって言ってバイクなんか、これなんなんだろうこれ、わかんねえけど、このドカティのなんか入院する金が欲しくて、金くれ金くれって言って、なんかニートになりたいっていう、そういうなんかコメントですよね。確かインターバンさんだと、なんだっけあれ、平岸駅だったかな、ニート最高思い出しますよね。このニートになりたいってダメだな。で、そしてこちらなんですけど、これもなんかね闇深すぎて、これはちょっとひどいなと思いますね。ブチギレニートってやばくね、なんだよこれ。いやー、ついに俺もこんな闇の深すぎるお察しくださいなノートを見るレポートするとは。いやー、お察ししてほしいし、心の闇が深すぎですよ。あの坂行さん、これどう思いますか、これはなんかね闇が深すぎますよ、これはひどいです、本当に。これ本当に困ったもんだよ。特にあとこれ、見た人強制、これなんと、これな、何高校だろう、ハンバーガー頼んでください、わけが分かんないですけど、やばいといえばやっぱこれでしょう。一応ですね、これよく写しときますんで、これ書いた人は一体どういう人間か分かりませんけど、とりあえずこれ見に来たい方ですね、お早めに来ていただければなと思います。一応もう20分近くなるんで、これ一応分割して配信しよう。一応ですね、駅のこれ先に書いておきましたんで、これよく写しておきたいと思います。果たしてこれ再生回数どこまでいくかな、わかんないけど、はい、それでは以上をもちましてですね、鉄拳太郎、埼玉県の行田市の国道17号沿いのこの唯一、これ埼玉では多分唯一ここだけなんですけど、鉄拳太郎っていう自販ゲーセン兼自販機ですね、そう、現地レポートなんです、昨日、あ、思い出ノートか、この思い出ノートのレポートを終わりたいと思います。これ見に来たい方はぜひ訪れてみていかがでしょうか。特にですね、俺のことをお気に入っている坂行さん、あの雪のりさん、これぜひ見に来てください。それではこれ鉄拳太郎のノート終わりたいと思います。それでは